背番号24番ミッドフィルダー酒井豪徳選手、背番号13番フォワード小川圭次郎選手登壇です。この25周年記念ユニフォームはヴィッセル神戸の初期のユニフォームカラーの白と黒を基調としデザインしました。改めてこれまでクラブに関わってくれた全ての方への感謝の意を表し、この先の未来も共に手を取り合い一致団結して新たなる栄光に向かって前進し続ける神戸フォーエバーフォワードの思いをこの25周年記念ユニフォームに込めています。そうですね、まあ、いつもと、違う全く違うカラーで、すごく新鮮なものがあって、まあ、個人的にはすごく、すごい好きな色なんで、まあ、非常にいいかなと思います。少年時代に憧れたユニフォームで、僕はプロになってから着てないんですけど、今こうやってまた袖を通せると思ってなかったので、これを着て戦えるってことはすごい嬉しいです。昔の、ヴィッセル神戸の姿っていうのをまた、見せれるっていうところはすごく、大事なことかなというふうに思いますし、自分としても25周年ですけども、やっぱり、入れる間っていうのはしっかりその、歴史に、名を刻めるように、チームに貢献していきたいなっていう気持ちが、まあこういう節目を迎えてより一層強く、感じます。はい、まあ、阪神淡路大震災っていうのは絶対忘れてはいけないことだと思いますし、その神戸のチームがどういうチームってあることをもう一回やっぱりこのユニフォームを着たら、まあ、選手自身もその力っていうのをみなぎってくると思いますし、そういう神戸の町の気持ちっていうのを背負って戦ってるってことが大事だと思うので、まあ、そこを今一度見つめ直して、まあ、そういう神戸の代表っていうプライドを持ってこのユニフォームで